女子トイレに乱入し女性をめった刺しにした少年。どんな手を使ってでも女性を手に入れようとした異常な性衝動の元凶とは。2020年8月28日福岡県福岡市中央区、夜7時を過ぎた頃、ショッピングモールマークイズ福岡桃地へ入っていく一人の少年がいました。衣料品店、飲食店、映画館などが立ち並ぶ店内。しかし少年の目的はそのどれでもありません。トートバッグを両腕で抱え、小鼻を膨らませながら歩みを進める少年。少年は注意深く辺りを見回した後、吸い込まれるように女子トイレへ入っていきました。それから数分後、たけらけしい足取りで女子トイレから出てきた少年。その衣服は大量の鮮血に染まっており、目撃した買い物客たちは誰もが戦慄していました。そしてその手に大きな包丁をぶら下げた少年は悔しそうに体を震わせながら言ったんです。もうちょっとでセックスできたのに。ショッピングモールのトイレで女性をめった刺しにした15歳の少年。彼はなぜあまりにも残虐なその犯行に及んでしまったのか。少年の根底に潜んでいたのは母親による歪んだ性教育だったんです。大沢健ちゃんです。やみやみこんね。というわけで、やみこさん、僕ね、今週末、福岡行くんですよ。あら。インスタでね、福岡のおすすめの場所聞いたらですね。どこどこ？いろんなラーメン屋さんとか。うんうん。まあ、定番ね。うん。あとは、なんだ？全然教えてもらってないじゃないね。いっぱい教えてもらって。あ、教えてもらって、いっぱい教えてもらって。店名忘れちゃったんですけど、ごまさばが出てる。それは私知らない。なんかいろいろあるみたいなんですけど、うん、皆さんもね、ぜひね、福岡のおすすめスポットあったらね、コメント欄で教えていただければと思います。本日ご紹介するのは福岡県で起こった衝撃の殺人事件なんです。この事件はショッピングモールの女子トイレで15歳の少年が女性をめった刺しにするという恐ろすぎる事件なんです。怖い。何？通り魔みたいなことを？15歳のまだ若い子が女子トイレまで入って何事よ。何が起きたらそうなんのよ。この殺されてしまった女性と少年には一切面識はなかったんですけど、なぜか少年は怒りが収まらなかったんです。そしてその謎の少年の怒りは女性を殺害するにとどまらなかったんです。少年 A。 2020年8月28日福岡県福岡市、夜7時を過ぎた頃、ショッピングモールマークイズ福岡桃地の1階に悲鳴が鳴り響きました。いつもより多くの人々が行き交っている金曜の夜の店内、その雑踏の中で通路に現れた一人の少年の姿に客が叫び声を上げたんです。なぜならその少年は真っ赤な血で染まった包丁をぶら下げていたから。不安定な足取りで周辺を睨みつけながら歩く10代とおぼしき少年。刃渡り18センチの包丁を手にした彼の目は血走り、身につけている衣服にも血が飛び散っていました。逃げてー、誰かが叫んだかと思うと同時に走り出した少年。彼は母親と手をつないで逃げようとしていた6歳の少女を捕まえて馬乗りになると、恐怖で叫ぶこともできない少女に向かい血まみれの包丁を振り上げたんです。くっ、おとなしくしろ。そう言って少年に体当たりしたのは偶然その場に居合わせた非番の消防局員。少年は消防局員によって確保され、事態はどうにか収束するんです。よかったって思うけど、うん、こいつの返り血って誰の血？まあ、本当その通りで、実はですね、このショッピングモールではもう一つ大きなね事件が起こっていたんです。少年が捕らえられてからほどなくして再び店内は騒然としました。そう、1階の女子トイレから女性の遺体が発見されたんです。女子トイレの個室前で血まみれの状態で見つかったのは21歳の女性 B さん。狭いトイレの中で襲われたとみられる B さんは逃げる隙もなかったのでしょう。検視の結果、彼女は背中や胸、首を10回以上刺されていたことが分かりました。多くの人が行き交うショッピングモールで起こったこの事件が報道されると、その事件内容だけではなく犯人の少年の素性にも驚きの声が上がるんです。逮捕されたのはまだ15歳の少年 A。 彼は事件の2日前少年院を仮出所したばかりだったんです。仮出所から2日って、何も出たら何かまたやらかすって予測できなかったのかしら。まあ、少年院を出たね少年たちの再犯っていうのは出た後の環境によるものが大きすぎるんで、うん、予測するの結構むずいんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、少年院出所後の再犯率について。12歳から18歳までの保護処分となった少年が収容される少年施設内では健全な心身を育てるために規則正しい生活を指導する矯正教育が行われています。体育指導や生活指導のほか、建設機械運転教育、ガス溶接技能講習など、出所後すぐに社会復帰ができるように少年の特性に応じた様々な支援が行われているんです。このほか施設では職員が一人一人と個別面接を行い、少年たちの将来について一緒になって考えていく体制が取られています。ここまで聞くと少年
インでは少年の更生に向け万全の体制が取られているように感じますが、2021年の法務省のデータでは出所した少年の再犯率は約 34.7%、 少年院を出た後なんと3人に1人は犯罪を繰り返しているんです。原因の多くは少年院に入っていた事実に対する社会の目、たとえ前科になっていなくとも一度犯罪を犯した事実から社会に拒絶され、就職などがうまくいかずに再犯に走るケースが多いんです。今回は仮出所して2日でしょ、うん、もう就職がどうのこうのとかそういう話じゃないじゃない、うん、まあ、彼の場合は、まあ、社会というよりもね、家族に拒絶されてしまったっていうことが大きかったんです。少年 A はその家庭環境により幼少期から家族の誰もが手をつけられない状態になっていたんです。発狂する少年。2005年鹿児島県薩摩半島の南端に位置する小さな集落で3人兄弟の末っ子として生まれた少年 A、 なんと彼はまだ保育園に通う年頃からその異常性の片鱗を見せていたんです。ほら A 君また泣かしたの。保育園でしばしば癇癪を起こし他の児童に噛みついたり保育士に暴力を振るうことがあった少年 A、 一口に幼児といっても10人十色で、彼のように多少気が荒い子がいるのは珍しいことではないのかもしれません。ただ少年 A は決して多少気が荒いで済まされるような子供ではなかったんです。癇癪を起こした際の彼の暴れ方は尋常ではなく、なんと保育士を骨折させしまったことがあるんです。物心つく前から周りの幼児と比べ明らかに凶暴だった少年 A、 その原因はおそらく家庭内で繰り返されていた暴力。彼の父親は非常に粗暴な人物で、少年 A やその兄にたびたび暴力を振るっていました。さらに父から暴力を振るわれた兄はその鬱憤を晴らすかのように弟の A を暴行。そんな暴力による負の連鎖がまだ幼い少年 A の凶暴性の原因となったことは明白でした。保育士骨折させるってどんな暴れ方したらそこまでいっちゃうの。父親からも暴力振るわれて家庭環境が本当最悪じゃない。この後ね、少年 A は両親の離婚によって暴力的な父親と別れることにはなるんですけれども、それでもね、状況が好転することはなかったんです。父と兄から毎日のように暴力を受け続けた少年 A の心はみるみるすさみ、彼は小学校に上がってからも問題行動を繰り返しました。気に入らない同級生の首を絞めたり、学校の窓ガラスをわざと割ったり、教師に死ねと暴言を吐いたり、小学3年生の頃には両親が離婚し、少年 A は母親に引き取られることになりますが、たとえ環境が変わってもその人格が改善されることはありませんでした。一時は精神科の投薬治療で落ち着いたこともあるとは言いますが、ええ、あんたまたガラス割ったの。しばらくするとまた破壊行動を繰り返すようになった少年 A、 その後彼を持て余した母親は少年 A を児童相談所に預けますが、施設内で暴れたためになんと児童相談所が保護を断念。そこから精神科病院をたらい回しにされることになるんです。最終的には国立の児童心理治療施設に入所した際に職員に暴行を働き少年院送致に。少年 A の人格は幼少期に完全に狂ってしまっており、もはや母親がいくら手を尽くしても無意味に思いました。ただその状況において親族にはその見立てとは別の見方をする者がいたんです。母に関わってると A はもっとおかしくなってしまう。何、元凶はお父さんとかお兄さんからの暴力じゃなかったの？なんでお母さんと一緒にいたらもっとダメになるわけ？むしろ彼にとって最も悪影響だったのは母親だったんです。禁断の関係。それはまだ少年 A が小学校に入学する前のこと。どう？気持ちよかった？少年 A の唇を潤んだ目で見つめる母親。二人は親子らしからぬ生めかしい空気に包まれていたんです。そう、この時母親と少年 A はディープキスをしていたんです。母親の息子に対するその振る舞いは一度や二度だけではなく、少年 A と母親は日常的に濃厚なキスを繰り返していました。さらに母親の標的は A だけではありません。少年 A の兄は母親と二人きりで何時間も部屋にこもって出てこないことがありました。少年 A は頻繁に母親と二人きりで何かをしている兄を不思議に思い、その理由を尋ねたことがあるんです。すると兄は少し言いにくそうな仕草でこう答えました。何してるのかって？父さんが母さんといつもしてるだろう。それと同じだよ。兄の言う父親と母親がいつもしていることというのは、そう、性行為のこと。両親は子供たちの前で平然と性行為を行い、母親はあろうことかまだ小学生の兄にも同じことを強要していたんです。母親の異常行動に悩まされた兄は一時児童相談所に保護されたことも、少年 A に暴力を振るい憂さ晴らしをしていた兄もまた紛れもなくその家庭環境に苛まれた被害者の一人でした。言葉を選ばずに言っちゃうんだけど、最悪な家族環境だね、うん、もうね、こういう環境だったんで少年 A もね、結構早い段階からね、性的衝動を抱くようになってしまったんですよ。本当に悪影響しかない家庭環境ですよね、これ。幼少から両親の性行為を目撃し、母親から性的に求められ続けた A は身体的に見るからに早熟でした。なんと彼は小学1年生の時点ですでに陰毛が生えていたというんです。さらにこの頃には家族に見られていることも気にせず1日何度も G 行為を繰り返すように。
当然 A の家族にその異常行動を止める者などいるはずもなく、幼くして性的衝動を芽生えさせた少年 A の欲望は日増しに膨れ上がっていきました。どんな手を使ってでもいい、早く本物の女とセックスがしたい。その後の紆余曲折で少年院送致となった少年 A ですが、2020年8月26日、15歳の頃に仮出所。しかし金銭的理由で母親が身元引受人を拒否し、 A は福岡県田川市の更生保護施設へ預けられることに。その翌日には早々に施設を脱走し、一人で街をぶらついていたんです。俺みたいなクズはどうなったっていい、やりたいことをやってやる。少年院でどれだけ更生を促されたところで、異常な家庭環境で育った A が外へ出た時、そこに帰る場所などありませんでした。もはや A に捨てるものなど何もなく、考えることはただ一つ。お金を持っていなかった少年 A は途中出会った男性に頼み込んで3000円を恵んでもらい、そのお金でコンドームを購入。そしてスーパーを訪れると包丁を2本万引きしました。俺は本物の女とセックスがしたいんだ。いや、性的欲求を募らせて、そこからなんでいきなり包丁を買うっていう選択になるわけ、まあ、包丁で脅せば女性が言いなりになるっていう風に勘違いしてたんですよ。唯一の両親。2020年8月28日夕方6時半頃、福岡市まで来ていた少年 A は街行く一人の女性にじっと視線を向けていました。あの女とやりてえ。 A は大勢の人が行き交う中でも目立ってスタイルのいいその女性の後ろをずっとつけてきていたんです。友人と一緒に歩いていた女性はショッピングモールマークイズ福岡桃地に入店。バッグに包丁を忍び込ませた A もまたその後を追って店内へ入っていきました。2020年8月28日午後7時半、女性の後を追ってショッピングモールへやってきた少年 A は1階の女子トイレに足を踏み入れた。やってやる、今日こそやってやるぞ。小さく独り言をつぶやくと、使用中の個室をじっと睨みつけるようにした少年 A。 そう、 A がずっと後をつけていた女性の友人の方が途中でトイレに行ったタイミングを彼は見逃さなかった。目当てにしていた女性とは違うが、 A の目の前の個室には確かに若い女性がいる。運悪くそのトイレに A とその女性以外の気配はない。そしてトイレを流す音が聞こえたかと思うと、間もなくその個室から姿を現したのは21歳の女性 B さん。扉を開けた途端、見知らぬ少年に包丁を突きつけられた B さんは小さく悲鳴を上げた。ただ B さんは冷静だった。彼女は一呼吸を置くと少年 A の手を両手で覆い、至って穏やかにこう言った。こんなことしちゃダメだよ、自首しよう。ひょっとするとそれは A にとっては初めて人から思いやりを向けられた瞬間だったのかもしれない。しかし B さんのその勇気ある行動は根深いトラウマを抱える A にとっては逆効果だった。お前なんかいらん。 A の脳裏にフラッシュバックしたのは、少年院を出所した彼を拒絶した母親の姿。そう、 A にとっての女性像は全て母親から始まっている。包丁を向けられても臆さない B さんの態度は彼にとっては見下されているようにしか映らなかった。お前なんか死ねばいい。目の前の女は自分を押さえつけようとしている。なぜ母親も誰も彼も思い通りにならないのか。 A の感情はいつの間にか性的衝動から激しい怒りへとすり替わっていた。ふざけるな、死ぬのはお前だ。女子トイレを後にした A は逃亡を試み、6歳の女児を人質にしようと考えましたが、居合わせた消防局員や警備員によってあえなく取り押さえられることに。多数の買い物客が行き交うショッピングモール内でわずか15歳の少年が殺人事件を起こしたことに人々は驚きを隠しきれませんでした。まあ予想でしかないんだけど、 B さんはさ、 A さんがまだ話せばわかると思って諭そうとしたんじゃないかしら。普通だったら悲鳴あげちゃうと思うわよ。まあ、ただね、その優しさが少年 A にとってはバカにされていると映ってしまったんです。事件から2年後の2022年7月、福岡地裁で少年 A の裁判が改定。殺人罪で起訴された彼は犯行動機を自分を拒絶した母親の姿と重なったと言及。そして被害者の家族への謝罪の言葉を問われるとはっきりとこう答えたんです。特にないです。さらに被害者側の弁護人に事件に真剣に向き合おうとしているとは思えないと問われ、 A はこう言います。クズはクズのまま変われないと思います。一切反省の態度を見せない A に法廷に居合わせた関係者は怒りを覚えずにはいられませんでした。一方で犯行時15歳という A の年齢や彼の家庭環境が考慮された結果、判決は懲役10年以上15年以下の不定期刑に。判決の際裁判長は言いました。被告人はクズはクズのまま変われないと言いますが、絶対に変わらないといけない。遺族の痛みに正面から向き合い、心から謝罪の気持ちを持てるように願っています。切っても切れない縁と表現されるように、何があっても味方でいてくれる存在が本来家族のあるべき姿だと僕は思います。多くの人が持つその拠り所を持たなかったために人格を歪ませてしまった少年 A、 もしあなたが彼と同じように家族から拒絶されてしまったら、何を心の支えに生きていきますか。おそすけちゃんです。やみやみかです。
というわけで皆さんに今日はねちょっとお知らせなんですけれども、はい、アルゴメトリーのね姉妹チャンネルのミッドナイトムーンというチャンネルね、主人公のケン、うん、いるんですけど、うん、主人公のケンのね2代目のナレーターさんをね募集しようと思ってます。はい、というわけでね、まあね、あの初代のね方もねすごくねここまでね頑張ってきていただいてたんですけれども、ちょっと残念ながらちょっと体調の件がありまして継続するのがね難しいっていうのがいろいろ話し合った結果ね、そういう結論になりましたと。なのであのもちろんそれはそれでね、あのすごい素敵な声ですし皆さんもね愛してくださっていたとは思うんですけれども、ちょっとね心機一転ですね、2代目のねあの素晴らしいナレーターさんもねきっとねこの動画を見ているそこのあなたかもしれないのでね、せっかくここまでね大きくなったねミッドナイトムーンをさらに盛り上げてくれる方、お力添えいただける県のナレーターをね担当していただける方、ぜひね大募集でございます。なのでご興味ある方はね概要欄または固定コメントの応募フォームからねぜひどしどしご応募いただければと思います。というわけでね引き続きアルゴメトリー、そしてミッドナイトムーンをよろしくお願いします。